皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年6月18日に公開された、第28期銀河戦、B ブロック9回戦、谷川浩司九段と、橋本貴則八段の一戦をお送りするよ。それでは、いつも通り対局者紹介から。対局者のプロフィール写真や著作等は、概要欄に記載しておくぜ。なお、本動画の寄付は、囲碁将棋チャンネル様、および将棋プレミアム様のご好意で使用させていただいております。こちらも、概要欄にリンクを貼ってあるので、実際の映像を見たい方は、そちらから確認してね。それではまず、先手の橋本八段。1983年、石川県小松市出身の37歳。今期竜王戦は1組、順位戦は B 級2組ね。前回登場時もお話ししたけど、和服をこよなく愛する先生で、今回の対局も和服での登場よ。銀河戦での和服は珍しいよな。でもやっぱり、和室に和服はよく合うわよね。確かに。そんな橋本八段、棋風は万能型で、最近は居飛車が多い傾向があるわ。とても骨太の将棋を指す印象が強いな。橋本八段を知っているけど将棋を見たことがない、という方には意外かもしれないけどね。わら、将棋界の芸人枠、わら。と言っても、すごく真面目な方で、棋風にそれは現れていると思うわ。そうだな。そして一方の後手、谷川浩司九段。1962年、兵庫県神戸市出身の58歳。今期竜王戦は4組、順位戦は B 級2組ね。タイトル戦登場57回、獲得27期、17世名人の永世称号資格保有者で、全将棋連盟会長、2020年6月18日現在、通算1335勝を誇る、まさにレジェンドよ。アベマトーナメントでも、チームレジェンドに所属し、その名の通りの存在感を持っているな。以前、地元で開催されたタイトル戦でお見かけしたんだけど、藤井九段と一緒に歩いているのが、一瞬でわかるくらい存在感があったわ。いわゆるオーラがあるってやつか。そうとも言うわね。うぷ主的に、いいものを見た、と思ったみたいよ、わら。芸能人に反応はしないのに、棋士の先生には反応するんだな、わら。さすがにここまでビッグネームだとね。さすがにな。そんな谷川九段、棋風配備者等で、有名なのがその終盤、あっという間に寄せ切ってしまうことから、ついた二つ名が、高速の寄せ、森内九段をして、終盤にスピード感を持ち込んだ元祖、と言われているな。最短の手順、手駒で寄せ切るのはかっこいいわよね。相手も何をされたかわからないだろうしな。そしてお二方とも、正面からのぶつかり合いを好む傾向があるので、どういった内容になるのか楽しみね。さて、それでは実力者同士の対局。思う存分楽しんでください。そしてこのアップロードの裏で行われている名人戦、そちらも手に汗握りながら観戦してね。梅雨冷えするこの週末、家でゆったりしながら過ごすのもいいですね。家の掃除や料理をしながらなど、日頃のお供に、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、橋本八段。マリサが後手、谷川九段だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩。8四歩。5六歩。むむむむ、まさかの中飛車か。6二銀、橋本八段は、最近居飛車が多かったから意外だ。5八飛車。早指しだからこそ積極的にね。4二玉。では、手堅い受けを目指した駒組みだ。4八玉。3二銀。後手は美濃か銀冠無理かな。3八玉。先手も美濃、穴熊も匂わせる方向か。3一玉。2八玉。5二金右。なお、このお二方は過去9回対局。3八銀。谷川九段の3勝、橋本八段6勝ね。1四歩、と言っても、直近で谷川九段が2連勝だ。1六歩、会長職についてから成績を落としていたけど、6四歩、ここ数年、だいぶ勝率が戻ったわよね。5五歩、やはり研究の時間が大きいんだろうな。6三銀、得意の角換わりが復権したのも大きいかも。6八銀、なるほど、そういう見方もあるな。8号歩。やっぱり谷川先生は強くあってほしいわ。7七角。確かに。
3四歩。6六歩。3三角。6七銀。どうやらお互いがっちり固める方針ね。4四歩。しばらく駒組みが続きそうだな。4六歩。7四歩。6八金。4三金。後手は6三の銀が浮いてるね。5七金。できればあの周辺に焦点を絞りたいかな。2二玉。後手としては、銀をどうさばくかが課題だ。4七金。金冠を目指して囲いを変形。2四歩。より硬い形を目指す。3六歩。2三銀。2六歩。お互い相当慎重ね。3二金。万全の体勢を目指しているな。3七桂。1二香。おお、さらに銀冠穴熊。5六銀。1一玉。6三の銀を狙うふりをして。6八飛車。桂馬を釣り出せば、7筋の攻めが狙えるよ。7三桂。かといって、桂馬以外の対応はないからな。7八飛車。というわけで、7筋に焦点が絞られたね。9四歩。6八角。さて、駒組みも煮詰まってきて現状を精査してみよう。まず、先手は6筋攻めを匂わせたことで7三桂を誘い出すことに成功。銀と飛車で桂頭を目指す手順。また歯中央で戦いを起こし、飛車をさばいて、飛車角銀桂の中央突破もあるね。後手としては、これをどう受けるかなのだが、特に桂頭は、飛車が走ると、大きなスペースがあるため、横を気にしなければならない。さらに、上部からのプレッシャーもケアしなければならないので、なかなかに難しい選択を、現在迫られているな。そしてやはり課題はこの6三の銀。これをどう活かせるかが大切だ。まずは喫緊の桂頭。8四飛車。必要な頭数として飛車を動員だ。7五歩。まずは歩を交換して、手を作ろうか。同歩。同飛車。7四歩。歩を獲得したので、飛車を一気に捌く。7九飛車。戦局が加速し始めたね。5四歩。浮いた銀はいっそ交換してしまおう。同歩。同銀。5九飛車。突破すれば飛車なる。受ければ先手の角を足止めできるな。8六歩。同角。同角に対して7四飛車を狙う。7五歩。それだと7筋に飛車を当てがわれちゃうね。5五銀。この交換は、銀が遊んでいた側としてはありがたい。5三歩。歩で取り返して、飛車の走りを抑える。5四銀。同歩。7四歩。パッと見、同飛車と取りたいところだが、6三銀と打たれると、8四飛車と避けて、5四銀なるが飛車先突破になってしまう。全く危ない毒まんじゅうだ、と金を作られてしまうことになるが。4五歩、攻め合いに活路を見出そう。長桂。6六角。7三歩なる。7七銀とされる前に香車を補充。9九角なる。桂馬とのコンビネーションがいい感じ。6三と金。と金は取られても負だもんね。4四馬。7七角。ここまで来て馬角交換はしたくない。6六銀。角銀交換に拠点作成ならいいんじゃない。同角。上部を抑えられるより、自陣の硬さを信じるよ。同馬。5三と金。これは痛い。4四金。後手玉につながるラインを守っている馬を。6七歩。叩いてずらす。さあ、寄せていこうか。むむむ。6五馬。後手の守りを解体するよ。4一銀。3一金。4二銀。4一金。
競技にならず。強者がある強みを生かして。2号歩。先手天井の歩を引きずり出したい。33桂打つ。スルーして次桂の手筋。ぐぬぬ。27強。同銀だと金が取られてしまうからね。同玉。一見怖いけど堂々と取り込むよ。4号金。根元の桂馬を立つ。2一桂なる。同玉。2四香。これでもう受けなし。先手玉を詰むしかない。2六歩。この時点で各銀桂桂歩が2つ。いけるか。2八玉。2七銀。逃げ道が狭いので怖そうだけど、ここが最も安全。2九玉。むむむ。3九なら、きつくても角で追う余地があったが、2九だと追える駒がなく、3七桂も同金でクリア、か。これは打つ手がない。負けました。ありがとうございました。綺麗に勝ち切られてしまったな。堂々と正面からぶつかり合った、気持ちのいい将棋だったわね。そして橋本八段のご機嫌中飛車に驚きだったな。いわゆる中飛車の手筋が目白押しだったわね。そうだな。例えば、5五歩を突いて後手の駒組みを制限するのは、基本中の基本と言えるし、6筋を経由して桂馬を跳ねさせたのも、飛車の裁きとして覚えておきたいよな。5筋、6筋、7筋とずらしていき、交換の後下段に落として5筋に戻る。動いていない駒がほとんどない。まさに駒たちが躍動する将棋ね。もしや解説が深夜さんだから、狙っていたのか。さあ、それはわからないわ。さて、何はともあれこれで、橋本八段は2連勝。中回戦進出、木村和樹王位と対戦と同時に、決勝トーナメントへの進出が決まったわ。ここまでの最多連勝が、当時山、織田四段の2連勝。棋戦の規定上、同一連勝だと、上位者に優先権があるんだな。そして仮に、次戦で木村王位が勝った場合、さらに天彦九段にも勝って、2連勝としても、そのままブロック優勝者として、決勝トーナメント進出なので、最多連勝は2で決まるわけね。そういうことだな。棋戦のルールを知っていると、より楽しめるわね。さて、それではそろそろお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていて。